ペンブルックはカナダのオンタリオ州東部にあるレンフルー軍の軍庁所在地、オタワ渓谷のマスクラット川とオタワ川の合流地点に位置する。1828年以降、ヨーロッパからの入植が進み製材業を中心に発展が見られた。1856年に入植した人々が集まり、集落ができた際にペンブルックと名付けた。地名の由来は、 テンブルック白爵の息子シドニー・ハーバートから来ている。1878年に調整となり、1971年に市政が敷かれた。1866年にレンフルー軍の軍庁所在地が置かれ、軍庁舎が建設された。1898年にできたカトリックの教会があり、カトリック教区は西はノースベー、東はアーンプライアー、南は バンクロフトまで広がっている。病院や学校などもあり、大きな影響力を持っている。歴史的に木材業が地元経済の基盤として築かれ、今に至っている。他の地元産業には電化製品やオフィス家具を生産している企業もある。ノースベイとオタワの間挟まれた地域において、ペンブルックは重要な役割を担っており、商業の中心でもある。 経済活動においては観光業も重要であり、観光スポットとして、蒸気機関と木材業から、核エネルギーへと移り変わっていった死の歴史を模写した、大きな壁画がある。2006コミュニティプロファイルズ、コミュニティハイライツフォーペンブローク。2008年5月13日閲覧。ありがとうございます。